苦労なこった。いいところに来てくれた。あんたの手を借りたい。引き受けてくれるか。今夜、異人の賭博場を襲う。幕府の見て見ぬふりをいいことに、我が物顔の振る舞い。許すことはできねえ。必ず叩き潰す。カジノこそ我が人生。スリリングなこの瞬間がたまらないね。これはこれは物騒なお客様たちの登場だ。だがこういうスリルも悪くない。君たちを歓迎するよ。網浜を堕落させる悪の巣窟だ。おっと、いきなりのご挨拶だね。まあいいさ、こっちも楽しませてもらうよ。やるね。今夜はここまでにしておくよ。おうか。いや、ここをぶっ壊すのが先だ。今夜はご苦労だった。あの賭博場には町の人たちも頭を痛めていたのよ。亡くなってみんな喜んでいるわ。般若党の力も分かっただろう。今夜は私のおごりよ。好きなだけ飲んでいってね。いつもすまない。いい仕事をしてくれた。こいつは俺からの感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。大変だ。ご太郎様がお出ましになるそうだ。シャニー。へえ。堪忍な。
よってらっしゃい、見てらっしゃい。剣術大会、いよいよ始まるよ。この大会番付には出場者の流派、経歴、漏れなく載ってるよ。勝ったことは勝って、優勝者を見事当てようじゃないか。いよいよ剣術大会が始まるぞ。身分を問わず誰でも参加できるって言うけど、俺包丁しか握ったことないもんな。勝ち残ればマリン組に取り立ててくれると言っても、ほら女房にも負けてるし。そうだ、見てんじゃねえ、気に入った。あのな、任せな。分かったぜ、分かったぜ。そいや、ちょろ、俺を使え。また来い。やるってのかい？いいかい？壮観ですね。熱気ムンムンですわ、お父様。控え室も命知らずで溢れんばかりだよ。何やらゾクゾクしてまいりましたわね。みんな立身出世を夢見て浮き立っているな。これで不平不満が解消されて町も静かになるだろう。いや、五大老様の心領遠望には心底感服いたしました。確かにな、町の浄化にはつながるだろうよ。私、見ていられるかしら。自信がありません。ローラ様には少々刺激が強すぎるかもしれないね。これより剣術大会を始める。参加者はくじで選んだ相手と戦い、先に一本取った者が勝ちとする。見事3回戦を勝ち抜いた者がマリン組の一員となる資格を得る。獲物は問わない、真剣勝負だ。これより第一試合を始める。両者入場せよ。俺は箱根の山賊よ。大名行列を襲うこと数え切れず、奪った金が1万両、下がった女も1000人。
俺がマリン組に加われば無敵だぜ。来い、俺の残馬刀で真っ二つにしてやる。はじめ。山賊のままでいればよかった。一本それまで。何これより第二試合を始める。両者入場せよ。お主、犬を連れているのか。五兵と銀八、俺たちは一心同体だ。誰にも文句は言わせねえぞ。まあいい、いかなる武器の持ち込みも許されている。犬も武器と考えれば問題ないだろう。銀八、待て。では始め。銀八、オラ最後まで頑張ったよな。一本それまで。いよいよ最後の戦いだな。残ったのは強者ばかり。気を引き締めねば。これより第三試合を始める。勝ち抜いた者は晴れてマリン組の一員だ。両者入場せよ。悪いが命をもらう。では始め。楽に。一本それまで。ごめん。
これにて全ての試合が終了した。ただいまより表彰式を行う。見事に3つ勝ち抜いた者たちは速やかに表彰台へ上がれ。何やら嫌な予感がするが、まあいいか。翔くん、勝ち抜きおめでとう。私は感動しました。君たちこそ武士の中の武士、真の侍です。今日から諸君は名誉あるマリン組の一員です。私と共に身命を賭し、幕府を守り支えてください。こうして一人の侍がマリン組に加わった。侍は幕府のために大いに働き、マリン組の名を高め、マリン組にその男ありと知られるほどにもなったのであるが、なぜかその名が歴史に残ることはなかった。